またおめえか。暇なやつだ。縄解いてやるから俺の仲間になってくれ。なんだと？俺は一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。断る。自分から悪党になり下がろうってのか。ご苦労なこって。海賊のどこが悪い？海賊なんて下道だ。誰がなるか。別にいいじゃんか。もともとお前悪い賞金稼ぎって言われてるんだから。世間がどう言おうと勝手だが、俺は後悔するようなことはやっちゃいねえ。何が何でも生き延びて、俺は俺のやりたいことを成し遂げる。はあ、そっか。でも俺はお前を仲間にするって決めた。勝手に決めんな。お前刀使うんだってな。ああ、だがあのバカ息子が持ってっちまったよ。俺が取り返してくるよ。何？だから刀が欲しけりゃ俺の仲間になれ。立ち悪いぞてめえ。あいつ一人で基地に乗り込むつもりか。バカ、基地は反対だ。そっちじゃねえ。どれだ。わかんねえから3本持ってきちまったぜ。3本とも俺のさ。俺は三刀流なんてね。ふーん、受け取るだろ。ここで俺と一緒に戦えばお前は政府に立てつく悪党だ。このまま海軍に殺されるのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。やったー、仲間になってくれんのかよ。よし、うひょー、最高。分かったらさっさとこの縄をほどけ。海賊にはなってやる、約束だ。海軍と一戦やるからには俺も晴れて悪党ってわけだ。だがな、一つだけ言っておく。俺は自分の野望だけは貫くぞ。野望？世界一の剣豪になることだ。俺が野望を断念するような羽目になったら、そん時は腹を切って俺に詫びろ。世界一の剣豪、いいね。海賊王の仲間ならそれくらいなってもらわないと困る。言うね。こうなったら悪名だろうが何だろうが俺の名を世界中に轟かせてやる。